全然知らなかったんですけど、おもちゃショーのバンダイブースガシャポンコーナーに特急列車の02が先行販売されてました。ということで、はい、1,2,3,4,5回回してきました。ちょっとカタログ用に一つ開けますね。今回のラインナップがこちら、特急列車02、レッド列車、ブルー列車、イエロー列車、グリーン列車、ピンク列車、スコープ列車、ディーゼル列車、そしてなんと今回は全部の種類にそれぞれメッキバージョンが存在するみたいです。もうレッド列車はもう持ってますけど、残りの新規の6種類のメタリックバージョン、これは欲しいですね。ではこの冊子を取った、まずは1つ目、これからいきましょう。メッキバージョン、レッド列車以外がいいな。せーの、ほっだー、しかもノーマル。このように組み立てれば、はい、まず1つ目はレッド列車。もうかなりね、かなりの本数持ってますよ、レッド列車は。ここで見えるだけでもう6個ぐらいあるかな。さあ次、あと4つありますから。では2つ目いきます。せー、あ、レッド列車じゃない、多分四角い、いきますね。せーの、メタリック。あー、あ、あ、あー、普通のブルー列車だ。あ、でもガシャポンでブルー列車って初登場ですね。こんな分割の仕方してるんですね。2つのパーツで構成されています。そしてこれをスライドさせれば、はい、ブルー列車の完成。まあこのラインは気になるんですけど、食玩版のブルー列車と見た目はほぼ同じですね。はい、3つ目いきます。あ、これも四角いぞ。いきます。せーの。はい。あー。イエロー列車、ノーマル。なんか黄色の発色がめちゃめちゃいいな。あ、そうか。そうか、デラックス版も、食玩版も、塗装なんだ。とても鮮やかで綺麗ですね。そろそろ、一個ぐらいメタリックを拝みたいものです。はい。あ、これも、ん？なんだろう。あ、わかんねえや。わかんないから行く。ちょっと長細い感じがする。行きます。せーの、メタリック来い。おい、マジかー。ついにレッド列車ダブっちゃったね。はい、レッド列車2個目です。残すところあと1つ。あー、見える。俺には見える。嫌な未来が。はい。では、ピッ、ピッ。では、行きます。だってこれ、ねえ。いくよ。せーの、メタリック。おわー、うわー、終わったー。では気持ちを入れ替えて、まあ、レッド列車はもうすでにレビュー済みですので置いといて、一応この2種類はガシャポンでは初登場。デラックスや食玩とはちょっと見た目が違いますので、もうちょっと詳しく見ていきましょう。まずはブルー列車ですね。青の成形色の上から、サイドがグレー、ホワイト、ブラックと塗装されています。まあ、下はこうなってますね。いや、違うか。先端の部分だけは黒ですね。黒の上から青の塗料が使われてて、で、こっから後ろは、上半分は青の成形色で下が黒かな。複数のパーツで構成されてるみたいですね。でも全然気にならないですね。食玩版のブルー列車と比較するとこうです。こっちが食玩版、この上のデザインとかが若干異なるぐらいで、まあ、あとは、違うところはほとんどないですね。
あ、後ろから見るともう全然違いますね。食玩版は真っ黒、ガシャポン版は青と黒となってます。もちろん音声もはい、いつものブルー列車という音声と変わりません。そしてこちらがイエロー列車、これはもう分割とかはなくってこのままの状態でカプセルに入ってたんですけれども、まあ、よーく見ると黒いパーツと黄色いパーツで構成されていますね。これも食玩版と比較するとこうなります。こっちが食玩版です。あ、ん？並べちゃうとあれ確かに黄色は綺麗なんですけど、若干やっぱちょっとチープさが目立ってしまいましたね。後ろから見るとやはり、食玩版は黒、ガシャポン版は黄色と黒の2色になっていました。あとデザインは造形はほとんど一緒ですね。音声はいつものイエロー列車という音声です。ということで今回は先行発売の特急列車02ご紹介しました。あ、5回やってレッド列車が3つも出てしまったという、大変悲しい結果になってしまったんですが、もちろんセット売り、まあ、セット売りがなかなか見つからないんですけれど、まだ、まあ、もちろんそれは、買うとして、それ以外にも実力でメタリック1個ぐらいは出したいなと思うので、まあ、機会があったらやってみたいと思います。悔しい。以上、ガシャポン特急列車02でした。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。